では私のパートの講習を始めたいと思います。紙の資料もありますし、前にも同じものを落としますので、どちらでも結構ですし、あとはインターネットの方にも上げてありますので、ご覧いただければと思います。まず講習を始める前に、この講習会で利用しますいろんな資料ですとか、インターネット上のリンクですとか、そういったものをまとめてあるサイト、講習会の資料置き場というものがございます。なんか皆さんブラウザとか適当に立ち上げていただいているかと思うんですけれども、そこに NBDC アジャックス前橋とかで検索していただくと、講習会の資料はこちらのサイトをご覧くださいというリンクが貼られているかと思います。でちょっとこのリンクの場所、結構後でも使ったりするので、ちょっと今の時間でささっと検索して、上げておいていただけますでしょうか。大丈夫ですかね。こちらというところをクリックしていただくといけると思うんですけれども、今ここに出ているようなこんなページが出ているかと思います。大丈夫ですか皆さん。大丈夫ですかね。こんな感じ、アジャックス59って書いてあるこのサイトが出てきてますかね。大丈夫ですか。はい、ほなポスターでちょっとだけぐんまちゃんをもじってるポスターなんですけど、こんなところがあります。でこれの一番下にプログラムっていうところがあるんですけれども、ここにさまざまなリンクが貼ってありまして、例えば NBT この、タイトルのところなんかこうリンク貼れているのは、これは今日ご紹介しているこの資料の PDF がもうここに上がってます。だから後からこの講習会に参加していただいてないお仲間の方たちにですね、ご紹介いただくのにもこういうところを使っていただければと思います。あとはちょっと講習で他に使うサイトなんかもありますので、ちょっと後で参考にしますから、ここはちょっとタブなどで開けておいたままにしておいてください。はい、それではちょっと本題に入っていきますが、まずちょっと本題でいろんなサービスを後ほどご紹介するんですけれども、その前にちょっとJST とか NBDC とか、それからデータ共有もこの一環で私たちこの講習会をやらせていただいておりますが、それの取り組みについてちょっと若干ご紹介したいことがあるので、みんなお貸しいただければと思います。統合データベースの遠隔ということで、お配りしているパンフレットの裏、カラフルなパンフレットの裏にも書いてあるんですけれども、2000年、もう十何年も、20年近く前になりますけれども、2000年の11月にですね、科学技術会議、ライフサイエンス部会、ゲノム科学委員会というところで、ゲノム情報科学に対する我が国の戦略についてというところがありまして、ここのあたりから、全世界的にヒトゲノムを決めるという動きの中でですね、日本ではどうやってやっていくかということとか、あとデータをどうやって公開していくかとか、そういった戦略が徐々に話し合われるようになりました。それでその一環で、バイオサイエンス、データベースの前身でありますバイオインフォーマティクス推進センターというのが JST にでき、そういったことをはじめとして、いろんな、政府系の会議で、話し合われた結果ですね、統合データベースというものを作った方がいいでしょうと、皆さんが使いやすい場所を作りましょうということで、いろんな動きの中で、設立されたのが私どもの、バイオサイエンスデータベースセンター NBDC というところでございます。それではデータを共有することの意義なんですけれども、科学の世界で皆さんご存知のようにですね、論文を出すときにはちゃんとそのエビデンスのデータ一緒に、どっかにちゃんと公開して財産とか見られるようにしてよっていうのは、ある意味当然のことなんですけれども、その意味としてはもちろん再現性、ちゃんと再現できるか、その研究結果が再現できるかということで、その真理かどうかということを確認するため、それから、データそのものが間違っていないかという第三者の目で検証するという透明性、それからまたそのデータをですね、その当初の目的とは違ったやり方で新しい観点から解析したり、それを使った共同研究をしたりとかですね、そういったことをするための再利用のために公開するというような意味もあります。それからまた最近ではですね、 NGS の次世代シーケンスのデータ、次世検査のデータとか非常にこう今までのやり方ではなかなか取り扱いが難しいものが出てきます。そういったものの取り扱いに対しては新しい技術を開発していくことが必要で、その他の開発の促進になるということです。それからこれは
欧米でよく言われていることなんですけれども、まあ、皆さんがの研究費も含め基本的に税金で賄われている部分なので、その税金を使って生み出したデータについてもう一回市民がお金を払うということはありえないということで、まあ公的資金を投じたデータは全ての市民のものであるから再利用できるようにオープンにしてほしいということで、その国などの公的資金を投じて得られたデータは共有しようという動きが全世界的に起きています。その動きの、一応キーワード的にあるのが今オープンサイエンスというものがあります。で、2013年の6月に G8 の科学大臣会合というのがありました。そこで共同声明で、まあ、それまで論文のオープンアクセスというのも例えば NIH の、ファンド出したものは NIH のサイトでちゃんと論文を公開しなさいというようなものがあって、それが論文のオープンアクセスという動きだったんですけれども、それに加えましてさらにそれの元となっている研究データをきちんとオープン化していきなさいよというのが2013年の G8 の科学大臣会合で声明として出されました。でその時からですね、各国でじゃあ具体的にどうするんだというのはそんな世界的な議論が加速しまして、まあ、日本もそれにちゃんとついていかなきゃいけないということがあって、もう、ちょっと前になりますけれども、内閣府でその国際的動向を踏まえてオープンサイエンスに関する検討会っていうのはちょっと上の日程を見ていただければ分かるように 3,4 ヶ月の間でガガガガガッと話し合われて、それでそこでまあじゃあ日本はこうしていくんだというような流れがいろんな、またここでも声明となって出されてきています。でまあ、その中に書いてあることなんですけれども、まあ、公的研究資金を用いた研究成果については科学界をもとより産業界及び社会一般から広く容易なアクセス利用を可能にして知の創出の新たな道を開くとともに効果的に科学技術研究を推進することでイノベーションというキーワードも非常によく最近使われておりますけれども、イノベーションの創出につなげることを目指した新たなサイエンスとしてこのオープンサイエンスという言葉が定義されているわけです。でまあこれはその平成26年度の終わりにガガガッと動いた形なんですけれども、まあ、その前からその JST というのは、科学技術振興機構という略の JST ですけれども、ここは、いろんな形で、まあ、データの共有も含め科学技術の、推進に貢献しようという活動をしております。で主な、まあ、三本柱がこのようにありまして、まあ、研究開発計画というのは、科学技術振興機構をやる担当している部分の研究開発計画をいろいろ立てて、それに従っていろんなプロジェクトを起こすというようなことなんですけれども、2番目には科学技術イノベーションそのものを起こすということで、まあ、研究開発を推進したり、最近でちょっとこれ昨年度でも終わってますけれども、東日本大震災からの復興再生支援なども視野に入れながら活動しているわけです。で3番目に、そういったイノベーションを起こすためにはその基盤となるものが必要ということで、1に書いてあります科学技術情報知識インフラの構築というところがありますが、ここが、NBDC が、設立された根拠となっている、JST の取り組みです。でバイオサイエンスデータベースセンター、まあ、JST の中の一つのセンターで2011年の4月に設立されました。でその目的というのはもう生命科学分野のデータベースを使いやすくするというこの一言に尽きるんですけれども、そのためにデータベースを研究開発するための戦略を立案したりですねとか、データベースそのものを充実させるとかですね、それからそういったものを公開していくような場所を作ったりサービスを運営したりということもあります。それから今もうインターネット上でデータを公開するということは国際的にデータを使われるということも含めて考えなければいけないということもありますし、海外ですでにいろんなデータを公開されているセンターありますので、そういったところとの国際連携なんかも視野に入れながら活動をしております。こちらの図はパンフレットの中にもある図なんですけれども、NBDC の取り組みの技術開発的なところで言いますと、下の部分ですね、この紫の方の部分が、生命科学といってもいろんな広い分野がありますので、その各分野のところでキーとなる先生にその分野のデータをまとめていただくという、ハブのような形を取っていただくということでお願いしているファンディングプログラムです。例えばですね、当社の、一番左側の先生は当社の先生だったりですとか、メタボロームの先生だったり、人のゲノム関係変異情報ですとかプロテオムとか、そういった分野ごとにある程度、まとまったデータ統合をしていただくということをお願いしている先生方です。でそれに対して、右上の、緑色のところなんですが、ここが、そういったデータベースを利用するため統合的に利用するための基盤技術の開発をしているところで、ここが、
ライフサイエンス統合データベースセンターという DBCS というところになります。で、私たちが目指している統合の仕方っていうのが、NCBI なんかはもうとにかく自分のところに全部データを集めるっていう、ある意味中央集権型な、中央集中型のデータベースなんですけれども、なかなかそういった大きなサーバーを持つとかですね、そういったこともなかなかしにくい状況にはなってきておりますので、分野ごとにまとめていただいたデータベースをどうやってこういかにもバーチャルに統合されているように使うことができるかということを、研究基盤技術の方で研究して、ある意味連邦型の統合データベースと私たち呼んでるんですけども、そういった形で、バーチャルな感じで統合データベースを作っていこうということで NDDC では取り組んでおります。で、そもそもこういった統合データベースというのの活動が始まるときに、生命科学分野のデータベースというのの要望がいろいろありまして、それ大体まとめるとこの3つぐらいに集約されます。1つ目は、どんなデータベースがどこにあるのかをよく分かんないと。でも誰かが作ってるかもしれないのは自分がまた実験しなきゃいけないんじゃないかということをしなくてもいいんじゃないかということとか、もう公開されてるならそれ使いたいんだけどというようなこともあります。それから複数のデータベースを横断的に検索するというのは非常にできないです。公開されているといってもその URL のところに行ってそこでのインターフェースで使うということを、それをやるのは非常に手間ですよね。なので、そういうことを一発でできるようにできないかということと、それから、種類が異なるデータを一括で検索するってなかなか難しいことなんですけれども、そういったことをできないかということを、要望がありました。それから、今度は自分のところで自分の持っているデータとその類似のデータを一緒に計算に使いたい、つまりデータセットとしてそのものとして使う、検索して一個一個のレコードが出てくるというような形ではなくて、使いたいというようなことですね。そういったことがある、こういった3つの大きな要望がありまして、これに対して NBDC のサービスとしては、1番目に対してはデータベースのカタログ、どこにどんなのがあるのかということをまとめたものを作りましたし、それからデータベースの一括検索、2番目の課題に関してはデータベースの一括検索を提供しておりますし、から3番目についてもデータの一括ダウンロードができるような仕組みを提供しております。この後、またこの一つ一つについてちょっとやり方を説明しますし、それからちょっと手を動かしていただきながらやりたいと思いますので、また後でこの3つが出てまいります。で、その前にもうちょっとだけ、データを利用する際の問題点ということで、またこんなような問題点があるよという指摘が、その統合データベースを始めるときにいろいろありました。まずは、どんなデータが中に入っているのかよくわからない、多種多様なデータで、データ項目に書かれている説明がバラバラだったりして、用語が統一されてないしということでよくわからないということと、あとちゃんと求められるデータがその中に入っているかどうかが、ざっくりわかるといいんだけどなということで、使いたいデータを見つけるためにどういうふうにしたらいいのかというのがよくわからないということですね。それから、さらにデータありましたということなんですけど、次にどうやって使ってよいのかよくわからない。一つには利用に対しての条件がバラバラで、そもそもその条件、利用条件どこに書いてもよく分かんないとか、もしかして使用料を取られるんじゃないかとか、論文に引用してもいいのか、それから今日は大学の方とかが非常に多いですけれども、民間の方ですとこれ商用に利用するときにどんな条件なのかって非常に気になされます。そういったこととかもありますし、利用についてそもそもあまり書かれてないことが現状としてありました。それで、どのようなデータが入っているのかということに関しては、データフォーマットを標準化して、でデータの説明とか、これをメタデータと言いますけれども、そういったものもちゃんと標準化して、見やすくするということですね。そういうこともやり方としてありますし、それから、求められるデータが入っているかということは、これはちょっと私たちの力だけではダメで、データを集めるためのちゃんと仕組みを公的な機関が帰宅を義務付けていただくということが必要なんです。で、それも徐々に今のところ始まっておりますので、こういった仕組みも少しずつ改善されているというところです。それから、どのように使ってよいのかということについては、利用条件をやはり標準化して明示するということがまず重要で、データを作成した方の、ある意味著作権ですね。データベースは著作権があるかないかという議論がいろいろあるんですけれども、でもやはりデータベースを作られたというその労力に対しては私たち敬意を払いたいと思ってますので、ある意味著作権を認めて、ちゃんと引用していただくということをしたいなと思って著作権を表示していただくことにしています。だから商用非商用でとか、そのあたりのこともちゃんと明示するとか、必要な公開条件がいろいろあるんだったらば、そういったものもちゃんと書いていただくと、それも分かりやすく書いていただくということをしたいと思っています。で、特に
でこの3つ目の利用条件に関してなんですけれども、まあ、これあの著作権に関する一つの仕組みなんですけど、聞いたことあるかもしれません。クリエイティブコモンズっていう名前あの最近あの時々出てくるんですが、これはあの基本的に著作権というのはもう著作者の人に非常にあの大きな権利を認めるというのが著作権法で言われている著作権なんですけれども、これはどちらかというとデータあのその作られたそのデータだの作品だのですね、再利用と共有をなるべく促進するための仕組みです。で、例えば、ね、この CC ライセンスの種類ってことで書いてありますけれども、こういったことをしてくれれば使っていいですよということを著作者の人が明示するため の, あのマークなんですね。で、まあ、左上の方から決まった表示であります。作品のクレジットをちゃんと表示すること、これは誰 の, あのコピーライトですってことをちゃんと書けばどんな使い方してもいいですよとかですね。あとは、右下の方の継承というのは、元の作品にこういった CC ライセンスのマークがついていたら、あなたが改変したもの、二次著作物といいますけれども、そういったものも同じ条件で公開してくださいよという、その条件を継承してくださいというような条件付けになります。その他に、まあ、営利目的のこととか、あと全く改変してもらっては困りますといった、そういったあの意思表示もありますけれども、これらの4つのマークを組み合わせることで、下にあの一応6種類ありますけれども、6種類の利用条件を選択することができるというのがこのクリエイティブコモンズのライセンスの形態です。一番下に CC by Japan Creative Commons Japan って書いてありますけども、これもあのこうやって CC by というこの表示、ちゃんとこのクリエイティブコモンズジャパンのクレジットでこういうことをやってますということを私たち引用させてもらっているので引いているわけですね。それで NBDC ではどういうあのライセンスを使っているかというとですね、主にこう3つ使っております。利用の自由度からすると、まあ、低いものから高いものというふうにこうちょっとあの低い高いがちょっと逆のような感じですけれども、こういうふうになっておりまして、一つ目は CC 表示継承で、これは作成者とか URL などのクレジットをちゃんと表示することということと、元のデータと同じ公開条件で配布することということが条件になります。でその次は CC 表示で、これはまあクレジットだけ表示してくれればどんな使い方も OK ということと、一番最後に CC0 というのがあります。これ先ほどの6つあった条件とまた違ったカテゴリーなんですけども、利用条件はありませんということをむしろ あえて制限する、宣言するということで、これパブリックドメインという書いてありますけれども、何の条件もないです、自由に使ってくださいということを あえて述べるためにつけるマークになります。こういったものを NBDC では使用しております。さて、じゃあここからですね、先ほどご紹介した3つのサービスについて、これからちょっとお話をしていきたいと思います。それぞれのサービスの紹介の後にですね、ちょっとだけ手を動かしていただく、もう簡単な本当に Google 検索できれば誰でもできるよぐらいな感じなんですけど、そういったものがありますので、皆さんもちょっと手を動かしながら、ご自分の自由なキーワードとかも含めて検索をしていただいたりすればいいんですけれども、まずその場所ですね、NBDC のポータルサイト、またこれ違った新しいタブとかで開けていただければいいんですけれども、NBDC って検索すると多分一番上に出てくると思います。出てきてますかね。どうでしょうか。こういったトップページになります。ここはいけますよね、皆さんね。大丈夫ですかね。申し込みされた時も多分このページとか経由していってらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、一応チラシの中にもトップページこんなんだよってことで入れてありますので、見てください。でこれのですね、左上のところに3つ4つ固めたサービスの名前があるんですけど、ここが一番その皆さんがジェネラルに使いやすい、使うであろうというその3つのサービスをまとめてある場所です。一番上がさっきのほどの データベースのカタログですね。それからデータベースの一括検索、それからデータの一括ダウンロードというサービスが3つ上から並んでおります。他にもですね、40種類以上のサービスがありまして、基本的に生命科学のデータベース関連のものを全部並べてあります。昔その JST にあったセンターからの、成果とかも含めていろんなツールがありますので、まあ、ちょっと名前からだとね想像しにくいようなものとかもあるんですけど、まあ、なんか時々覗いていただけたらお役に立つものもあるかもしれません。で登録とか何もいりません。今ウェブブラウザでパンと言っていただけたように、そこ行っていただければいいですし、
基本的に無料です。なのでどこからでも誰でも使えるというようなものです。一部後でまたご紹介をするんですけれども、人に関するデータベースがちょっとありまして、それに関してはちょっと倫理的な問題がありますので、それについては登録といいますか許可が必要になりますけれども、それ以外は基本的に自由になっています。でまずじゃあデータベースのカタログに行ってみましょう。インテグバイオデータベースカタログという名前でご紹介をしております。収録データベース数も1500件を超えておりまして、中でもですね、国内のデータベースを整理するということが一つの大きな目的でしたので、国内でいろんなプロジェクトで作られているもの、いろんな研究機関で作られているもの、そういったものを1000件以上登録してあります。から記述本部って、データベース名もちろんなんですけれども、どこ URL インターネット上どこにあるかとかですね、あとどこの機関が作ったものかとか、対象生物種とか、あとは文章としてこう説明が書いてあったりですか、そういったことでデータベースの項目どんなものかということが分かりやすく揃えて書いてあります。でデータベースをキーワード検索やカテゴリーから探すことが可能で、絞り込み機能なんかもついて、検索目的のものにたどり着きやすいようにしてあります。はい。で、行く場所はここからクリックしていただければデータベースカタログというところに行くと思いますので、ちょっとクリックしてみてください。でこんな画面が出てくると思います。私これ一昨日かなんかにキャプチャーしたので、多分今のもので合ってると思うんですけど、1558件あるということです。それで、この図の中でですね、一番左側 のペインですね、あそこは絞り込みのための、機能にいろいろなっています。プラスところを押していただくと、なんか例えば植物なら植物で、また植物の中のいろんなカテゴリーが出てくるとか、そういった形になっております。それから真ん中のところは今はその一覧で、並び替えがいろいろできますが、とりあえずレコード公開順で新しいものが今一番上に来るようにデフォルトではなってますが、データベースのところがちょっと、インターネットのサイトがどんな感じかとかいうことと、あと触りがこうちょっと見てるっていうような、そういったところになります。それからこちらは運営している側からのいろんなご報告、ご報告とかダウンロードできる場所とか、そういったところになります。それでまずそうですね、ちょっとこのウイルスってところがあるんです。ここを皆さんポチッとしてもらってよろしいですか。今ウイルスのところに49って書いてあるんですけども、そうするとこういった画面になるかと思います。今ウイルスってところを検索っていうか、絞り込み機能なんですけども、そこを使っていただくと、今49件に絞り込まれたリストがこんな感じでまた出てくることになります。そういった感じで、左側のところを使っていただくと、いろんなところをいくつかクリックしていただくと、それアンドで重なってきますので、条件をだんだん重ねていくということになります。それで、元に戻したいというか、検索条件をリセットするとか、あとウイルス×って書いてあるところ、バッテンを押してもらえればその条件だけ外れたりするということで、元の画面に戻ります。ではそこで、じゃあ今度はその検索ボックスが、一番左の一番上にあります。そこに腫瘍と私ちょっと入力してみたところ、こんな感じになりました。ご自分の好きなキーワード入れていいですよ。腫瘍でなくても何でもいいです。何でもいいので入れてみてください。でそうするとですね、こんな感じで腫瘍というキーワードが、説明情報のところのどこかに入っているものが17件あるということで出てきます。でこの中の一つで、ちょっとこの P ダイレクトというゲノム解析データポータルっていうのがあるんですが、これについてちょっと、詳細がどんなふうになっているかをこれを例にして説明したいと思うんですけれども、今の検索されたところがこれですね、 P ダイレクトゲノム解析データポータルというところなんですが、これ文科省の次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム、ちょっと長い名前ですけれども、そこの、やられたがん組織を含む人資料についての全エクソンシーケンスなどをこう網羅的に搭載しているようなサイトになります。で、向こうのサムネイルっていう画面のちっちゃいやつですね、あれとか名前タイトルのところをクリックしていただくとオリジナルサイトに行きますので、そのままそちらの方でご覧いただくこともできますし、それから詳細へって書いてあるところをクリックしていただくと、私たちの方で整えた一覧ですね、こういったものが出てくるようになっております。カタログの計算内容でざっくり概要を見たい場合は、多分直接にこうオリジナルのところに行くよりはこっちに行っていただいた方がどんなものかなっていうのはよくわかるんじゃないかなと思います。カタログの計算内容ちょっと大きくしますと、こんな感じになってまして、説明のところも私たちサイトのところの中見ながら、基本オリジナルで書き起こしたりしてます。こういったところをキーワード検索でかけてたのがさっきの検索の、やり方になります。それから、使い方のもう一つの使い方としてですね、
ダウンロードが全体カタログ全体がダウンロードできるようになってます。まあこれは特に普通に利用される方にはあまり興味ないかと思うんですけども、なんか自分でこのサービスも組み込んだなんか別のことをちょっとや検索のサイトを作ってみたいとか、そういうことも知っていただくのも全然自由で、ここはライセンス のステートメントを見ていただくと下の方に書いてあります CC0 なので、本当に何してもいいよということでこのデータは使っていただけるようになってますので、まあ、ご興味があれば使っていただいても全然構いませんということです。 ではですね、じゃあ実習ということで簡単なんですけど、左側にある先ほどの絞り込み機能ですね、あの辺りをちょっと使って実習1というところをやっていただけたらと思います。植物というところありました。あそこペチッと押していただくとそこだけ赤く変わると思います。それから下の方にちょっと行っていただくとゲノムっていうまた項目が別にあると思うんですけど、そこを押していただくと全体で数がいくつになっているでしょうか。まあ40いくつとかだったかなと思いますけど、ちょっと資料の方は古いデータなので20とか30とかになってますけど、今現在だと確か40いくつになってるかと思います。でそのうちまた下の方に行っていただくと今度日本とか日本外とか書いてあるところがあると思うんですけど、このずっと左側のずっと下の方行っている方ですね、日本で作られたものかそうでないものかみたいなカテゴリーがあります。それもクリックしていただくとまた件数が変わってくるかと思います。はい、でさらにはさらにですね、これまた非常にこれ私は使える機能だと思ってるんですけれども、このデータベースがちゃんと稼働してるかどうかっていうのが分かるようになってます。皆さん今画面見ていただくと一覧のところのそのサムネイルというこの画面のちっちゃいところにですね、運用終了とか書いてあるの見えませんか、下の方とか、何ですかね、なんかいくつかのカテゴリーがあるかと思うんですけど、それはですね、毎日毎日こうそのサイトにこうアクセスしたりとかして、運用終了というのは運用終了という情報が分かっているのでもう運用終了にしているんですけれども、稼働しているかどうかを毎日毎日こう検索にしに行っています。なのでせっかくこういうふうにリストがあって分かって、なんか使えそうなデータベースあるじゃないかと思って行って使えないと悲しいのでこれ毎日毎日一応見に行って、例えば14日休止中とかって書いてあるかと思うんですけど、そういうサイトはちょっと残念ながら今ちょっと休止してますということが分かるようになってますので、そういったことも見ていただきながら、効率的に自分の求めるデータベースにたどり着いていただきたいというふうなことで使えるようになっておりますというのがカタログのご紹介でした。また皆さん自分でこうやっていただければ、いろんな、新しい発見、新しいこんなものあったんだみたいなことが分かるんじゃないかなと思います。あとカタログ先ダウンロードする場所はこちらにあるので、そこでダウンロードして見ていただくのがあるけど、これはちょっとおまけなのでもう飛ばします。で、じゃあ次主なサービスの2つ目の、一括検索の方に話を進めていきたいと思います。データベースの一括検索です。検索対象のデータベース数が592件あります。日本のものとかももちろん多く検索対象になっておりますけれども、メジャーな海外のデータベースも中には入っておりますので、そういったものと一緒に合わせて、文献ですとか、あと特許情報ですね、特許情報を結構一緒に検索できるのは非常にありがたいという声を数多くいただいたので、特許情報を一生懸命入れているのと、から、分子データベースの中でも一応説明がいろいろ書いてあるところがありますけれども、そういったところをキーワード検索の形で一括で検索するということで、例えば、ジェンバンクですとかああいったものも一括で検索できるようになっています。それから、特徴がもう一つありまして、検索キーワードを日英総合翻訳をしております。京都大学の方の金子先生が作られているライフサイエンス辞書というものがあるんですけれども、そこで日英の辞書、そこで作られている日英の辞書で、ライフサイエンスでの翻訳ですね、それをしたものを、一括で検索かけておりますので、日本語で入れていただいても英語のキーワードでもちゃんとかかるというので、英語の文献とかでもちゃんとかかるというふうになっています。それから普通の通常の検索のいろんなサイトにあるような絞り込み機能ですとか、そういったものありますし、類似キーワードの表示ですとか、そういった便利な情報がありますので、見ていただければと思います。それで、私たちは生命科学の Google 検索ですっていうふうに分かりやすくご紹介をよくするんですけども、じゃあ Google と何が違うのかということで、
例えばですね、Google でマウスと検索しますと、まあ私たちが実験をやる立場としては欲しいのはこの上のネズミちゃんなんですけれども、まあ大体トップで出てくるのは価格 .com とかのマウスなんですね。なのでこれはやっぱり Google っていうのはその生命科学に特化してないので、あまり生命科学系のことを検索するのにはやっぱり適さないっていうのをこの一言でも一例でも分かるかと思うんですけれども、もう一つですね、Google とか Yahoo とかもそう一般的な検索エンジンっていうのはそのウェブの中にある情報の表層ウェブって言われてるところしか検索対象にしてないんですよ。でデータベースっていうのは基本的にこう階層構造にいろいろなっていて、その下の方に本当は欲しい情報のキーワードとかが隠れてたりすることがあるんですが、私たちのところではそういった深いところまである程度のところまでちゃんとインデックスといってその検索にかかるための情報として引き出してきて、それで搭載しておりますので、まあ表層で引っかからないものでも真相のところで何かあればちゃんと引っかかるようになっているというのが一つ特徴です。でそういうことからですね、例えば公開ウェブの Googleで言いますと、公開ウェブの例えば 53.2% 程度しかこういった Google とか Bing とか Yahoo とかそういったものを合わせても公開ウェブの 53.2% 程度しかかからないというような研究成果もありますので、やっぱデータベースを検索するためには Google で検索しただけではちょっと物足りないっていうのが実際のところです。まとめて言うと、まあ左側は意図したものと異なるということと、それから網羅性の懸念でやはりちょっと工夫が必要ということで、この生命科学データベースの5段検索はちょっと Google とは変わってきているというものです。で、検索対象にしているものはこんなものになります。文献とかが多いですね。あと報告書とか、学会用紙も一部、これちょっと学会さんの協力が必要なので、なかなか難しいところもありますけれども、そういったものを。それから下の方に行きますと、まあ、ゲノムの情報、それから遺伝子発現とかタンパク質パスウェイ、こういったものはそのデータベースの中に書かれている文章のところを、検索対象にして引っ張ってくるというやり方で検索対象にしております。これまだちょっと数がちょっと古いので、まあ、大体分野としてこういったものをカバーしているというふうにお考えいただければと思います。で、じゃあ横断検索使ってみましょうなんですが、実はですね、ここにあるリンクはちょっと、実はちょっと、皆さんで一斉にドンで、多分50名でいくともしかしたらフリーズするかもしれないので、ちょっとサブセット、データちょっと小さめにしてサブセットで、まあ、雰囲気だけを味わっていただけるようなサイトをここに作っております。で特に分けませんので1か2か自分の好きな方を適当にそこを新しいリンクを開けるなりしていただければと思うんですけれども、そのリンクも先ほどの開けた講習会用の情報のサイトのこの下のところにもリンクがありますので、その辺りからリンクをたどっていただければと思います。はい。で一応インターフェース、今からご紹介するインターフェース資料にも書いてありますけど、そちらはフルメニューのやつでちょっとご紹介はしますけれども、トップページがこんな感じでなっています。で、いろんなインフォメーションがあったり、なんか更新情報があったりしますけれども、基本的に上のボックスになんか自分の調べたいキーワードを入れて検索をする、それだけです。それだけです。で、語句のサジェスト機能があります。例えばそこで検索例になっているのはインフルエンザなんですけれども、インフルと入れていただければ多分インフルエンザウイルスまでこうやって選べるかなというようなことでなっているかと思います。それから、まあ、ちょっとデータベースかヒットケースかって両方選べるようになっているんですけども、データベースだと本当にその言葉で全部データベースのレコードを検索するのでやや時間かかります。やや時間かかりますと言ってもそんなにかかりません。ただあまり件数が多いことが見込まれるときは、まずそのどのぐらい件数があるかということをざっくり見積もるということが必要になるときもあるので、それでヒット検索もあるんですけど、まあ普通に検索するときには全部もうデフォルトでデータベースになってますんで、そのまま検索していただければ問題ないと思います。あとはまあいろんなお役立ち機能が辺にあります。ヘルプページもありますので、そちらをご覧いただきながら、まあおそらく必要ないと思うんですけど、やっていただければいいと思います。で今は非常に簡単な、とにかく Google と同じやってくださいなんですけど、まあ、アドバンスサーチみたいなのもありまして、これですと、まあ、検索語を日英翻訳するかしないかとかいうことをやったりですね。そうすると、まあ、下手に日本語の文献だけ調べたいから日本語だけでいいのにとかいうこともあるかもしれませんので、そういったことですとか、あとは生物種によって絞り込んだりとか、データベースの新しいものだけやりたいとか、
あとは、対象 DB を絞ることもできます。今下に全部プラスで出てますけど、あの動画からセレクションしていくこともできますので、まあ、ご自分がもうあるところだけ調べたいということがお分かりであれば、それはそれでやっていただければできるということになっています。これでチェックボックス的な感じですね、はい。まあ、これは後でまたご自分で行って探していただければと思います。それから検索結果ですが、先ほど言ったそのヒット件数を大体知りたいというような感じだと、もうこんなふうに単に項目ごとに何件ヒットしたということしか出てこないです。ただここからもちろんだんだんこうやって多いところを選ぶんですけど、その中からはまたさらにカテゴリーを選ぶ、またサブカテゴリーを選ぶって、これも普通によくある検索 の中から絞り込んでいくやり方なんですけれども、こういったやり方で自分の目的とするところにこうピンポイントで行くこともできますので、そういった調べ方もできるかもしれません。でここにあるカテゴリー名とかデータベース名をクリックすると、そのヒットした検索の内容がバーッとその Google 検索で出てくるような感じで出てきますので、それ次のスライドで紹介してますけれども、それの前に一つだけ、ここに i って書いてある情報アイコンというのがありますね。これをマウスオーバーすると、そのデータベース、どんなデータベースかっていうのがちょっと概略がこんなふうに出てくるようになっています。なんかやっぱりこうアルファベットで略語で書かれてもなかなかねデータベース名よくわからなかったりしますので、こういった形で見ていただければ、あ、こういうデータベースだったら中見てみようかという感じで選択していただくこともできるようになっています。で、キーワード検索でデータベースをそのまま検索しても、あるいは先ほどのように件数の方から絞り込んでも、こういった形で、いわゆる Google の結果の表示みたいな感じでこういうふうに出てくるというのが、検索結果のページになります。でヒット数がここにありますし、それからここがもうその検索結果のスニペットで、それからこちらの方にやっぱり便利なツールボックスがいろいろあります。関連の遺伝子ですとか、同じ情報に対する外部リンクですとか、そういったものがあります。ここちょっと後で外部リンクについては手を動かしていただくところでやっていただきますので見てください。からあとここにナビゲーションバーってあるんですけれども、ここもちょっと絞り込みができるようになってまして、これもちょっとその簡易検索版だと出てこないんですけれども、全てのデータベースって2万何件2万、なんかすごい件数ありますけど、あそこをポチッと押していただくと、そこからその中に入っているデータベースをまた選ぶということができまして、この場合この画面はですね、統合データベースプロジェクトっていうのを選んだ感じですね。それからさらにインテグバイオデータベースっていうのを選んだ、最終的にはなんか4件に絞り込めたようなので、こうやって検索結果を全部見えるような状態で表示するというような形で見ることもできます。こちらの方は皆さん多分こんなこと書いてあるんだろうなって大体予想がつくと思うんですけれども、データベースの名前ですとか、どこにその検索キーワードがヒットしているかとかですね、でサムネイルってさっき のウェブサイトの情報とかちょっと見えるとか、そういったところですね、そこからあと URL といった形で、ご覧いただくことができます。さて、これ Google ライクなので皆さんもすぐできると思うので、次の実習っていうページのところにあるのをちょこちょこっとやっていただけますでしょうか。もう大丈夫ですかね。もうその、資料の後ろの方にも答えが書いてあるんですけれども、まずインフルエンザでデータベース検索するっていうのをやっていただくと、英語の日英の翻訳機能によってちゃんとインフルエンザという綴りの方もですね、うまく検索がかかってるというところは黄色のハイライトなんかで出てくると思うので、そこをご確認いただければと思います。こんな感じですね、はい、インフルエンザで検索した結果です、はい。それから、その後の実習内容ですけれども、
外部サービスにリンクを見てみましょうということで、ちょっとその右側にあるところの下の方ですね、ちょっと下の方なんですけども、これもあの JST でサービスしている、やはりいろいろなデータベースが入っているサービスなんですけど、この J グローバルというサービスがあります。そこをちょっとポチッと押していただくとですね、おそらく出てくる画面が次のようなこういった画面になってくるかと思います。これあの全ての外部リンクがこうではないんですけれども、あのこの J グローバルに関してはそのリンクを貼るときにキーワードをそのままあの継承するということができるようになってますので、インフルエンザオアインフルエンザということで、検索をかけられるということになっているので、まあ、こちらでも関連情報をあの同時に検索することができるというふうになっています。はい、それからじゃあもう一回ちょっと戻っていただいて、次の実習の項目でいくと、遺伝子名の SOX2 で検索してっていうのがありますけども、 SOX2 と入れていただいて、もう一回あのツールボックスの方の遺伝子リストというところを見ていただくと、なんか別 の、 あの SRYBOX2 という、関連遺伝子名が出てきているかと思うんですけれども、そこをまた今度クリックしていただくというのがその次の実習の内容になります。こんな画面からここですね、クリックしていただくと、またあの別 の、 あの検索結果がこうやって出てくるかと思います。まあそういったところからですね、例えばこれですとあのゲノムネットワークプラットフォームっていうあのデータベースへの、外部リンクが直接貼られてますので、こういった感じで、他のところの情報にもどん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 見に行くことができると、こういうの一例なんですけれども、こういった感じでお使いいただければいいという例です。うん、いいですよね。もうなんかリンクポチポチ押すだけなので何の問題もないかと思うんですけど、皆さんあのご自分の研究対象となさっているものでまたちょっと後で検索していただければと思います。もちろんあのこの簡易版でなくてあのフルバージョンの方で後ほどやってください。それでこのサービスの開発者がですね、どうしてもスマホで検索の結果を見たいというので、あのこういったあのモバイル版もできております。なのでまあ、今最近もうねあのスマホでも結構あの皆さん情報を検索なさると思いますので、こういったことで使うこともできますというご紹介だけしておきます。さて主なサービス3つ目のデータ一括ダウンロードに行きたいと思います。データセットあの今はまだ115件ほどなんですけれども、基本的にあの国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるということで、あのいろんなプロジェクトで作られたデータベースをもうあの先生方の方で維持なさらないとかですね、あるいはまあここにその、コピーを置いていいよというふうにあのご許可をいただいたものなどを中心にこういうふうにあのここに集めています。いろんな形式でダウンロードできるようになっていて、データベースやデータについて の、 この説明のメタデータですね、そういうのをあの一定の形式でこういうことをちゃんと書いて説明としてつけてくださいということをお願いしているので、まあ、それを見ると大体データの概要が分かるようになっています。からデータは CC ライセンスで配布です。基本的に CC の表示継承なので、このデータを作ってもう一回何かデータベースを二次的に作られたものはできれば一つ CC 表示継承でまた公開していただきたいということで、まあ利用許諾が統一されて明確なので、例えばあのコマーシャルに使ってもいいですしということになっています。で中にあるもの、例えばこんなものがあります。ゲノム遺伝子とか、発現情報とかですね、化合物の情報から、まあ、文献の情報も少しありますし、カタログになっているものもあります。私たちのところで、作っているものとかももちろんこういう形でも公開をしているものがあります。アーカイブの入り口は、先ほどご紹介した左上のスペースのあそこからになります。で今からちょっと、まあ、中身見ながら少しポチポチやるんですけども、これはちょっと、説明しながら徐々にやっていっちゃいたいと思います。結構なんかあの、まあ、データベースによって使い方もちょっと違うのであくまで一例なんですけれども、ちょっと手順が割と複雑なので、資料を見ながら進めていきたいと思います。これがアーカイブのトップページでして、まあ
こういうところにはまあ説明情報が書いてあります。こういった説明情報でまだキーワード検索ができるようになっています。で、実習の内容としては今 OpenTG Gates という病理情報のデータから肝細胞肥大を示したデータを絞り込みにダウンロードするということと、それからその病理画像を見つけるというような一連のことをやりたいんですけれども、ちょっと画像データのダウンロードはフルサイズビューというのが中に出てくるんですけど、そこはやらないでください。またそれ非常にヘビーなトラフィックになってしまって凍っちゃうかもしれないので、ちょっとまたこれは後でやってください。そこにたどり着くところまではやりますので、後でご興味のある方はそれを見ていただければと思います。オープンティジゲーツについてはご存知の方もいらっしゃるかもしれません。170の化合物をラットの個体とかラットや人の肝細胞へ誤暴露した際の遺伝子発現と毒性のデータベース、まあだから毒性、化合物の毒性を生理的に見た、そういったデータベースになります。それで、データベースアーカイブのところのその検索のボックスですね、あそこに OPE まで多分入れていただくとすでにこの画面になると思います。そうですね、こういう形で全部入れなくても多分この画面になって、3つの OPE だけでもこの3つに絞り込まれると思うんですけれども、まずはその中からですね、ここの右端の利用許諾を確認というところをちょっとクリックしてみてください。一応ここに利用許諾 CC 表示継承と書いてありますけど、まあ、その詳細が出てきまして、その詳細を見ていただくと、まあ表示継承なのでじゃあ何て表示したらいいんですかとか、そういうことってちゃんと書かないと、まあ、結局分かんないので、そういったこととかは全部書いてあります。あとは表示継承というのはどういう意味かということもここにつどつど書いてありますので、ここをお読みいただければどうやって使っていいかということは非常に分かっていただけるんじゃないかなと思います。はい、ここですね、先ほどご紹介したようにクレジットの表示ともう一回同じ条件で配布してっていうところがこのデータベースの基本的な利用条件になっています。じゃあ元の、アーカイブデータベースのところに戻りましょう。それでまた、まあ、OPE で検索した結果が残ってればそれでもいいですし、また同じこの3つのデータベースが出てるこの画面に戻っていただきたいんですけれども、そこからじゃあデータベースの説明を確認するということをしたいと思います。サムネイルか、データベースの名称のところをクリックしていただくと次のこの画面になります。項目として例えば、まあ、名称とかですね、誰が作ったか、それからそのデータベースについて知りたいときには誰に聞けばいいかとかですね、そういったことがこういうふうに書いてありまして、このあたり項目揃えてありますので、まあ、どんなデータベースかをアパッと把握しやすいということになっています。でまたじゃあもう一回戻っていただいて、今度は実際にデータをダウンロードする画面にの例に行ってみたいと思います。ここにダウンロードっていうのがありますけど、ここをクリックしてください。OpenTG Gates のデータについてはこのような形でかなりいくつものデータが中にありますので、こういった大きな表がポーンと出てくる形になります。これはデータベースごとによって違いますので、そこはご自分の興味のあるところをちょっと見ていただいて、中を一つ一つ見ていただく必要がありますけれども、まあ、この中からですね、例えば、ZIP 形式でとにかく例えばそのサンプルの情報を全部バッと個体リストをバッと取りたいとかいうことであれば、ここのデータファイルのところの、リンクをですねクリックしていただければ、それぞれの、ダウンロードができるようになっておりますが、中には、まあ、ある程度条件絞って自分が必要とするような条件のものだけ見たいということであれば、データを眺めてからダウンロード可能にするような検索&ダウンロードというところがこちらにあります。それのちょっと一番下のところですね、病理情報と書いてあるところ、あそこの検索&ダウンロードをちょっとクリックしてみてください。そうするとこんな画面になっているかと思うんですけれども、ここで、まあ、検索の例としまして、今テーブル内の検索絞り込みのところで、ハイパートロフィーというところと、あとファインディングタイプというところを選択してサーチした、その結果が今この画面になっています。こんな画面になりますかね、なってますでしょうか。まあ検索した通りなので、このファインディングタイプのところですね、これがハイパートロフィーというところでこう選択された、こういった一連のデータが出てくるということになります。もちろん他のところのカテゴリーで選択していただいても全然構いません。大丈夫でしょうか。で、まあ、こういって選んだこの絞り込みされた結果を
CSV というあのタブ区切りみたいなあれですね、あれで、全部ダウンロードするってことが一つできるボタンがそこにありますし、それからもともとのデータ全部ダウンロードしたいという場合は全データダウンロードというのがここにありますので、そこで選ぶこともできます。その時には全データはいろんな形式でダウンロードできるようにちょっと書いてあります。あまり私も全部詳しいわけではないんですけども、例えばCSV は同じですね、カンマで区切ったタブ区切りみたいなやつなんですけど、からちょっと RDF といってちょっと機械可読な形にいろいろ引っ張ってくるというようなデータの形式もあります。この辺はインフォーマティクスをやられる方が先生方ご自分でもいいんですけどだとお分かりになるかもしれませんし、インフォマティクスの方は結構ご存知の形式がいろいろあるかと思いますので、こういうふうに使うこともできる、他のデータといろいろ組み合わせて使うために、使いやすい形式もいろいろさせていただいてます。そして、次の実習10のところではその画像の方をちょっと見に行くということで、ここでパソロジカルイメージというリンクが右の端の方にありますが、それを1個クリックしてみましょう。一つクリックするとこんな感じに出てきます。でこのフルサイズビューをちょっと押さないでくださいね、ダウンロードも押さないでくださいね。でダウンロード画像はちょっと専用ソフトがまた必要だったりするので、またそれは案内が出てきますけれども、ちょっとそういうのはダウンロードしていただく必要があったりしますが、ただ単にこのサムネイルをクリックすると拡大するってそこまでやっていただいて、それはその画面上でポンとちょっとだけ大きくなるだけなので、それはできると思いますので、それをやってみていただいても大丈夫です。といった感じに、今はこれをオープン TGGates のそのデータはこういった感じで最後に病理画像まで出てるというようなデータベースですので、こういった感じでデータを組んであってそこにたどり着くようなことができる。これ全部そのデータベースごとによって何ができるかはちょっと違うんですが、基本的には検索して絞り込んだりすることができるようになっていますので、皆さんなんかこう引っかかるキーワードがあればぜひ、こういった自分で利用できるデータベースというところにも見ていただくと、もしかしたら本当にお役に立つものがあるんじゃないかなと思いますので、ぜひご覧ください。データベースごとによるんですけども、データベースの方の中で用意されているテーブルの検索なんかもできるようにはなっていますが、これはちょっとデータベースでいろいろ違うので、これちょっと飛ばします。あともう一つちょっと気になるのが、じゃあこんなデータベース、データがダウンロードできるデータベース皆さんどのぐらい使ってるのかなってちょっと気になるかと思うんですけども、私たちの方も気になってますので利用状況というような統計を表示しています。2016年5月ダウンロードの多かったアーカイブっていうのが上のタブの利用状況というところをクリックしていただくと出ますが、全アーカイブのダウンロード総数が 48,500 もあったんですね。ちょっと結構これ数的には多いと思います。その中でもやはりこの OpenTG ケースって皆さんすごい気になるらしく、なんかほぼこの3つが大体トップに毎月毎月出てくるような感じです。で上の2つはオープン TGGates ですよね。で3つ目がボディーパーツといって、これは私たちのところでサービスしているものなんですけれども、人 の 3D の立体画像で臓器別にいろいろ組み合わせて表示ができるとか色別にできるとかそういったものなので、これも、人体模型とか興味ある方はぜひ一回目を通していただけるとありがたいんですけど、非常に便利に使えるようになっています。その下は米というので多分お米に関する稲完全長 CDA プロジェクトと書いてありますので、そういったものですね、そういったものがランクが上がってきています。はい、この利用状況のところですね。で、一つお願いしたいのはですね、先生方もいろんなプロジェクトとかでデータベースデータをこう集めるというようなことをされることもあるかと思うんですけれども、その時にぜひデータを共有する仕組みの一つとしてこのアーカイブをお考えいただきたいなと思って、ちょっと宣伝なんですけど、今までご覧いただいたように、利用許諾がこう標準テンプレートになってまして、そのことにご応募いただけるのであれば、先生の方にあまりお手間をおかけすることなくデータを皆さんと他の研究者の方と共有していただくことができるようになっています。でデータを長期的安定的にこちらで管理しますので、もしなんかこう担当者がいなくなっちゃって、どうデータベースどうしようなっていうことがもしお困りのことがあれば、ぜひぜひ早めに私どものところにこの下のアドレスにですね、ご相談いただければご相談乗りますので、ぜひご検討いただければと思います。
さて、ここまで主なサービスということで3つ、カタログ一括検索、データの一括ダウンロードということでご紹介したんですけれども、もう一つ、まあ、ここ医学部さんということもありますので、人に関するデータ関連のサービスをちょっとご紹介したいと思います。ゲノム医学 DB に関する NBDC の取り組みとしまして、まあ、アクセス制限が人のデータについてはそのまあ詳細度のレベルにもよりますけれども必要になってきますので、そういったものを収集公開する仕組みを作っておりまして、もう名前そのまんまなんですけど NBDC 人データベースと言います。で、場所は先ほどのご紹介した3つのデータベースのすぐ下ですね、ちょっとかわいい人のアイコンがある、あそこが人データベースの場所になります。この人データベースですね、人に関するあらゆるデータを対象としています。主に今のところ出てきているのが、ゲノム、全ゲノム解析情報ですとか、発現情報ですとか、あとは変異情報ですね、そういったものが多いんですけれども、画像ですとか、そういったものも柔軟に対応していきたいと思っていて、人に関するものは倫理的な配慮が必要ということがあるので、そこの点が必要なものを主に集めていくということを考えています。で、格納するデータは二重に匿名化していただきます。皆さんのところで多分研究の時にでももうすでに一重で匿名化されて利用されていると思うんですけれども、さらに私たちのところに入れていただく時には二重に匿名化していただくということで、もしかしたらその元にたどれないとかね、そういったことが出てきてしまう可能性あるんですけども、もしそういったことが必要な研究であれば、こういったデータをお持ちのこういう先生がいるってことがそのカタログ的に分かるようになってますので、そこで共同研究に結びつけていただいてもいいなということで、私たちのところではとにかく安全サイドに倒すということで二重匿名化をお願いしています。それから、倫理的な配慮が必要ということで、データをまずお預かりして公開すること、データ提供していただくことにも対しても審査が必要なんですけれども、またそれを、よその先生がご覧になって利用したいというときにも、やはり審査が必要になります。その審査は NBDC が実施します。ただこの審査というのは、その提供とか利用というのが OK になっているかということを、所属機関の倫理審査を例えば通っているとか、例えば提供の場合ですと、インフォームドコンセントがちゃんとなっているかとか、そういったことの観点で、共有することが OK かどうかの審査という意味でやらせていただいております。で、提供する方の要望をできるだけ受け入れることにしてまして、公開時期ですとか、論文書くからちょっと待ってとか、そういうようなことですとか、あと公開に対してちょっと特別な条件があるんだけどというようなことについては、私たちの方ではなるべく最大限それを受け入れるということにしています。あと、もうどんどんそのオープンサイエンスの動きもそうなんですけれども、個人情報保護法の改正とかですね、そういったものもゲノム情報が個人情報に当たるかどうかという解釈とかいろいろ変わってきてますので、そういった、社会的な仕組みとか、皆さんの理解とかそういったものに柔軟に対応していく必要があるので、ガイドラインを設定してますけれども、そういったところを変えていくこともどんどんやっていくということで考えています。今公開データはオープンになっているもの、非制限公開でこれ誰でも自由に使えるものは11件、それから制限公開データ、こちらは審査が利用に対して審査が必要になりますけれども、こちら27件になっています。データの種類こんな感じですね。非制限公開データ、オープンと呼んでましたけれども、こちらはウェブサイトから制限なく公開で、特に登録も何もなくダウンロードできたりするようなもので、こちらは統計値ですとか、特定の個人ではない資料の解析結果などがこれに当たります。で、制限公開データは先ほど言いました審査が必要な利用に際して審査が必要なデータになりますが、これは個人レベルの情報になりますね。それから公開待機データというのは、データベースの中にはあるんだけれども、まだ制限公開とかに移動していないもので、これは論文とか書くからちょっと待ってということでお預かりしているもの、ただ全然匿名化されてないものについては私のところにちょっとお預かりできるので、それは各プロジェクトでやってください。で、公開することが一応前提でお預かりしますので、公開待機データはいいんですけど、公開しないと言われているものはちょっとお預かりすることはできないというような状況です。で、仕組みなんですけども、 NBDC の中にデータ共有分科会というのがあります。上から2つ目に書いてありますけれども、ここで人データの運営に関するそのガイドラインを決めておりまして、あとは人データをどうやって取り扱ったらいいかというセキュリティのガイドラインもここで決めて、それの運用を人データの審査委員会と下のところですね、ここで外部の有識者の先生なんかを含めて、この提供データをちゃんとこの人データベースから公開していいかと、あるいはこの利用申請に対してデータを払い出してもいいかというようなことを検討しています。
提供者の方は、まあインフォームドコンセントとか、から倫理審査でのデータ共有がちゃんと承認されているということを含めた申請をしていただきまして、それが承認されると、まあ、データベースの中にデータを送っていただくために、データを送付していただくんですけれども、その時に、やはりデータを整理するために、メタ情報、データに対する情報ですね、それを書いていただいたり、あと再度匿名化していただくということが必要になります。それで、まあ、データの公開率ですとか特別な制限事項がないかとかいうようなこととかもご相談にして上で、データベースに公開していくわけなんですけれども、その時に ID を付与します。 ID を付与するので、この ID を使って、論文等にこう引用していただいて、ここで公開されてますからということで、論文に使っていただけるような ID を発行するということです。で、利用者の方は、まあ、データ利用についての倫理審査をしていただいて、それで承認が得られたという状態で、こっちの制限公開の方ですね、非制限の方はもう自由にオープンになってまして使えますので、制限公開の方にアクセスできるような ID パスワードをご提供しますので、それを使っていただいた後は、まあ、利用状況を定期的に報告していただくということが必要になりますが、こういった形全体でデータ共有を進めていくということになっております。で、まあ制限公開データはそのちゃんと扱っていただくことが必要ということもありますので、セキュリティについてこういったことをやってくださいということを書いてあるんですけれども、基本的には所属組織の欄の中で、まあ、サーバーある一定のサーバーで使っていただいて、データをいっぱいコピーするとかそういうことはダメとか、あとは、研究計画にちゃんと書いていただいた方のみがアクセスできるようにするとか、そういったことですね、そういったことが必要になっています。それから、さらに高いセキュリティレベルを求めたいという提供者の方に対しては、ハイレベルのセキュリティを設定することも可能で、その場合はそのサーバーのある場所ですね、そこをちゃんと入室管理をもうちょっと徹底してくださいということで、生体認証とかそういうの装置がついているようなところで、そういうサーバーでのみ使うというようなセキュリティレベルを設定することもありますが、基本的にはこのタイプ1というその標準レベルのセキュリティを守っていただきたいというようなデータの方が今のところ多いですけれども、インフォームドコンセントで、データを資料提供者の方にね、お約束するときにインフォームドコンセントなどでそういうことをお約束している場合もありますので、そういう場合はハイレベルの方でも取り扱わせていただくことができるようになっています。これが LBDC でやっている人データ の共有のための取り組みになります。もう結構終わりに近づいてるんですけれども、その他のサービス例ということで、その他というのにはあまりにアクセス数が多いデータベースなんですけれども、ここの右の上の方にですね、日本語や動画で分かりやすくと書いてあるコーナーがありまして、ここに、新着論文レビュー、領域融合レビュー、統合テレビっていうふうに書いてあります。実はこの3つあたりが私たちがこう提供しているサービスの中で最もアクセス数が多いところなんですけれども、あとでもっと詳しく多分私の次の講師が実はこの統合テレビ担当しているので紹介してくれるかと思うんですけど、概要だけお知らせします。データベースやツールの使い方、それから今日やこういうふうにやってるこういう講習会の講演とかですね、こういったのを動画で配信するサービスです。動画数がもう1000本以上あります。で、吹き出しによる日本語の解説、そのデータベースの画面とかですね、ツールの画面とかでこういうふうにやるとかって日本語でちゃんと吹き出しが出るような感じになってますので、もう初心者の方でもどこで何やったらいいかみたいなことが分かるようになっています。で、基本的に全部 YouTube に上げてますので、どこからでも視聴可能です。で、まあ、カタログをだけ使うかと教育ご紹介したサービスですとか、この講習会の動画なんかもありますので、後で見ていただくこともできるようになっています。統合テレビのトップページこんな感じ、先ほどのところから行くところになりますけれども、アジャックス講習会資料みたいなこういった項目別に分かれているところもありますので、そこから見ていただければ後で講習会の資料と合わせてこの場所を置いておきますので、振り返りの時にはこちらを見ていただくといいかなと思います。他にいろんな分野別に分かれたり、あるいはタグ付けされているものとかですね、あとは検索したりすることもできますので、この中から例えばツール名とか入れていただくとバシッて出てくると思うんで、なんか新しいツール見つけちゃったんだけどと思ったら、ここに一回アクセスしていただくとなんか出てくるかもしれません。もし出てこなかったらリクエストもできます。できますので、これの使い方の動画作ってほしいっていうのが声がたまれば作ってくれると思いますので、ぜひお寄せください。
それから、あと2つ紹介します。ライフサイエンス新着論文レビューというものですが、こちらですね、日本語による英語論文の解説記事です。で、例えばネイチャーとかサイエンスとか、いわゆるトップジャーナルに掲載された、記事の中で、第一書者が日本人のものが出ていたら、すかさずその著者本人にですね、解説記事書いてくださいっていうふうにお願いをするんですね。そうすると結構な確率で受けていただいて、その方がもうその方がね、その専門分野ですからね、解説も含めて書いていただくと非常に分かりやすいんですけども、書いていただけるというようなもので、今はすでに940本以上あります。で、大体出てからもう1ヶ月ぐらいかな以内では絶対掲載するとか、なんかこうすごいスピード感を持ってやるということをモットーとしているので、割と早い目に出てくるものです。で、特徴的なのはここに CC ライセンス書いてありますけども、 CC by にしています。文章や図の再利用が可能、 CC by でちゃんと書いてくださればということなんですが、ご存知かと思いますけど、例えばネイチャーとかに投稿するとですね、その著者ですらその絵が使えないっていうことがあるんですね。で、そういうのは皆さんにこれをある意味レビュー的になんかこう紹介したりする、この前提としてこういうことがあるんだよって紹介するときに、そういう図とか図表とか使えないと非常に辛いじゃないですか。なのでここではその著者の方がもう一回別の形で書き下ろしていただいている文章もそうですし、図なんかも改変したりしてますので、ちゃんと CC by でこのクレジットさえつけていただければ、どんな使い方もしてもいいよということで了解を得ていますので、そういった使い方をしていただいていいというものになっています。サイトはこんな感じで、ファーストオーサーズっていうのが一応英語名で出してるなんですけれども、まあ、こういった触りの感じでこうやって新しいものがこう出てくるようになってますけれども、中身を見に行くと、まあ、一応こうザーッと論文形式で書いてありまして、まあ、アブスト的なものがあってっていうことで、中身は論文形式です。で、こういった図表ですね、で写真なんかも違うものをなるべくちゃんといただくようにしてますし、この図なんかも、こちらでもう一回トレースして別の図にしたりとかですね、そういったこともしてますので、図もちゃんと CC by で引用していただくことが可能です。で、これはそのまあ最先端 の, そういうトップジャーナルに出たものをレビュー形式で解説していただくというものなんですけども、これ以外にもう一個領域融合レビューっていうのを最近ではないですね、もう何年も経ちましたけど作りました。これはもうちょっと広くですね、ある学問分野領域を対象にした日本語のレビューなので、もうちょっと広くそのトップのトピックスだけではなくてですね、もうちょっと広く理解できるもの、だからちょっとボリュームも少し長めなんですけれども、そういったものになります。で、これは学会にご協力いただいて、先生を推薦いただいて、こういった分野について執筆いただけないでしょうかということをお願いして、今54本掲載されております。こちらも、文章や図の再利用が可能で CC 表示ということで書いていただければ再利用していただけますので、例えば学会で使って自分のスライドのイントロに使っていただくとかですね、もちろん研究室内で使うのは全然問題ないですし、ということで有効に使っていただきたいなと思います。こちらはリーディングオーサーズと名前英語の名でやってるんですけれども、例えばこういったオートファジーと疾患とかですね、こういった割と大きめの分野の、説明をされているものです。で、文章についてもこう PDF でダウンロードしてみんなで読んだりとかですね、そういうことも可能ですので、ぜひ有効にお使いいただきたいと思います。私のパートもそろそろ終わりなんですけど、一番最後にあとちょっとだけお話をしたいと思います。私たちのところでこう提供しているいろんなサービスの一端をこういった形でご紹介したんですけれども、実は、日本はの中ではですね、主にこの4章、JSNEW バイオサイエンスデータベースセンターというのは一応文科省系なんですね。文科省がもちろんいろんなファンドを出して生命科学のことをやっておりますし、それから経産省ですね、経産省も昔の CDA プロジェクトなどもそうですし、今でもこのメダルズというサイトをキープしたりして、産総研さんが中心になって、バイオサイエンスのことについて情報発信をしていらっしゃいます。あとはですね、この医薬基盤健康栄養研究所、さっきのオープン TG ゲイツっていうのもこちらの研究所がやってるんですけれども、ここが厚労省の、ところで、ここはリソースの管理なんかもやってる場所ですけれども、
そこからその厚労省の関係で公開できるデータベースなんかもこちらから公開しています。あと農水も統合データベースプロジェクトがあって、ちょっと今昨年度で統合データベースプロジェクトという名称がちょっと終わってしまって、ちょっと今サイトが少しちょっと宙ぶらりになってるんですが、でも基本的にここにはやっぱりその、穀物ですとかその家畜ですとかそういった食べ物系とかですね、そういったものについての情報が非常にたくさん集まっております。こういったものをお互いいろいろ使えるようにしましょうということで、私たちのところが中心になってインテグバイオ JP、 さっきのカタログとかの名前もインテグバイオってなってるんですけども、こういったことをやってまして、まあ、その中でカタログですとか横断検索、お互いに横断検索するようにしましょうとか、そういったことの取り組みをやってるので、基本的にここの来ていただいてカタログを探していただいたり横断検索していただければ、まあ、この辺りの情報はある程度網羅できてるかなと思います。あとはもうちょっと、正直言うと、あと環境省さんとかね、いくつかのところで新たななんかプロジェクトとか起きてもいるんですけれども、まあ、そういったところにもなんか働きかけしながら、できるだけ、まとまった形で皆さんが生命科学の情報を使いやすくしていきたいというのが、バイオサステータベースセンターの考え方なので、今後もこういうやり方を進めていきたいというふうに思っています。ただですね、まあ、データ共有に関する我が国の課題ということでちょっと愚痴りたい部分なんですけれども、まあ、データ共有に関する国レベルのルールが最近ではだんだんその例えば国がやったファンドのはここにデータベースを公開しなさいですとか、中にはちゃんと NBDC のデータベースとして公開しなさいとか言っていただいている部分もあるんですけども、なかなかそういった国レベルのルールが強制力がまだあまりないような状態で、非常に難しいなっていうのが上の2つあたりですね。あとは、研究者の方にやっぱりデータベースを公開していただくって非常に大変な労力をおかけすることになるので、そういうのはやはりそういうことをしてくださったことに対するリワードっていうんですかね、そういうのをなんかやっぱり考えていかなきゃ本当はいけないなと思うんですけど、なかなかその辺はうまくいかないです。やっぱりなんか研究の後の残務整理的なところにちょっとなっちゃってるのが残念なところですね。それからさらに言うとそのパーソナルゲノムとかですね、そういったところの機微情報にあたるものについての国レベルのルールっていうのがまさに今個人情報保護法改正とかですねやってて、それで検討している段階なんで、これからまだちょっと変わっていくかなというふうに思うのと、まああんまり扱いづらくなってほしくないんですけれども、結構割とこう、大体こういうのってこう安全サイドに守る方になるので、ちょっとなんか使いづらくなっちゃうと嫌だなって思いながらウォッチしているところです。あとは、私たちのところのデータベースセンターは、まあ、日本版 NIH とか NCBI とか言えないよとか言われるんですけども、なかなかそんなこととても言えませんぐらいの予算規模でやってるので、人員的にはすごい少ないので、なかなかそんなところに行けないっていうのが正直なところですね。あともともとライフ分野のデータは非常に特殊よくって、分野ごとに出てくるデータもいろいろ違うとかですね、解析が複雑とかそういった問題も中にはあります。そういったことをやるバイオインフォマティクスというこういう分野の研究っていうのがなかなか研究分野としてはもちろんちゃんと確立されてあるんですけども、そういうところに入ってくる学生さんとかがあんまり多くはなくてですね、なかなか人材をこうやって養成していくのが難しいなというところがあります。なので、まだまだこういった形で課題は多いんですけれども、まあ、できるところから皆さんのお役に立つようなデータベースこれからも公開してサービスにつなげていきたいと思っているところです。はい、ご清聴ありがとうございました。